皆さんこんにちは、モタラットつくばです。今回は 2021R1250GS のちょっとご紹介ということなんですけど、先立ってアドベンチャーはちょっとご紹介しましたが、まあ、実際こうテストラン的なものはまだちょっとこれからという感じで、まずちょっとカラー方からちょっとご紹介でやらさせていただきます。 GS はちょっとグレードがカラー別で装備が違うとか、あとプレミアムライン、プレミアムスタンダードってサスペンションストロークによる違いとかのグレードがありますので、ちょっと分かりづらいので、ちょっとここはなるべくこう時間を取ってやらさせていただくという感じになります。現車はこちらは、R1250GS プレミアムスタンダードの、トリプルブラックというカラーですね。でこれスクリーンもあのディーラーオプションであのスモークドスクリーンに変えてますんで、ちょっとカメラをそれ目の前にやると前の景色がちょっと見づらいんですけど、まあ実際見てるとこはもうちょっと高いところなので、あの特に問題はないとは思います。はい。でこのカラーのミラーがオプション719シャドウタイプのミラーがちょっとついております。あの他のカラーはこのミラーの装備がありません。はい。トリプルブラックのこのカラーの場合にハンドルがこれ黒なんですよね。はい。これ実はあのお客様のちょっとご納車車両で、ちょっと今ガソリンを入れるところのちょっと撮影をしております。はい。これ右のちょっとメーターの あのエコモードでちょっと試しに乗っております。あんまり正直言うと劇的にあのこれぐらいのペースだとわからないので、まあ、実際こうべったり乗ってみないとわからないですね。はい。はい。まあ、ガソリンタンクはこう20リッターですので、まあ実燃費がこうどれぐらいこう変わってるかちょっとこれからだんだん分かってくると思うんですけど、少なくともまあ400キロは走るっていう感じでしょうかね。はい。アドベンチャーも実際このエコモードがついてどれぐらい走るかすごい興味があるんですけど、まあちょっとロングランテストやらないとちょっと分かんないものですからね。はい。ちょっとこれはちょっと今後にやっていこうかと思っております。はい。 2021R1250GS の、ちょっと各カラー別での装備品などちょっとご紹介したいと思います。グレードはこれすべてプレミアムスタンダード、あのサスペンションがちょっと短いストローク量のものの、仕様です。でも同じです。はい。プレミアムスタンダードの装備は何かと言いますと、まずシートですね。あのシートヒーター付きに2021年から変わってますけど、コンフォートハイシートになっております。各社これハイシートになっておりますが、この仕様はちょっとあの関係者よりあの今後もしかしたら変更の可能性があるとちょっと聞いてますが、現時点で2021年、2月時点ではこちらの、コンフォートシートになります。はい。こちらのカラーが、HP モータースポーツカラーというカラーですね。タンクの部分ちょっとこう艶消しっぽい感じなんですよね。このニーグリップの部分ですね。この真ん中のタンクの部分はこれツヤリのフロントフェンダーと同じような感じでしょうか。はい。トリプルブラックはこれもツヤリですね。はい。このトリプルブラックのカラーを使ってちょっとこの後にもうちょっと検証してみたいと思います。あとはあのこれ40周年記念カラーのそうですね、このブラックストーンメタリックのカラーになります。はい。こちらはあのこのヘッドだけオプション79パーツが付いている感じです。はい。で HP モータースポーツカラーだけはラジエーターのこれガードが装備になっております。あとこのフレームカバーですね、この2点が装備になっております。先だって 1250GS アドベンチャーの HP カラーもそうだったんですけど、あの装備品的にはあのこの HP カラーが装備品がちょっと多くて、っていう点がちょっとあれですね、似てる感じです。ホイールに関しましては、この HP カラーがこれスポークホイール仕様になります。そして40周年記念からも、スポークホイール仕様ですね。で、このトリプルブラックで今回ちょっとご用意できなかったライトホワイトのカラーはキャストホイールなんですけど、それをスポークホイールに換装するメーカーオプションもできます。
はい、ちょっと納期は市場にかかりますが、そういうことも可能です。でそしてこのスパークホイールのリムを40周年カラー記念カラーのようにゴールドに変えるということもできます。はい、これもかなりちょっと納期を要するものなんですけど、お客様のご希望ちょっと変えられることも場合によって可能になります。はい、2021R1250GS プレミアムスタンダードカラーはトリプルブラックになります。2021年型からこのトリプルブラックが復活しました。まあ、ロゴはこんな感じで左右に、こんな感じで入っている感じですね。これでもうすぐ分かります。補助ライトが標準装備になりましたね。ディーラー販売価格で約11万円相当のものが、標準装備化されています。シートヒーターが、これ標準ということなんですけど、シートもこれコンフォート、ハイシートが、プレミアムスタンダードのにはこれ装備になっているって感じです。後ろもこれシートヒーターついてます。これもコンフォートタイプのやつです。はい、あと外観上ですとこのアダプティブヘッドライトという感じになるんですけど、はい、ちょっと足つき検証してみました。こちら R1250GS プレミアムスタンダード2021年型なんですけど、今年から、コンフォートシートというシートにちょっと変わりました。シートヒーター付きのですね。で、ハイコンフォートシートなんですね。コンフォートシートにも2種類あって、この GS の方には、ハイコンフォートシートが付いています。ちなみに R1250GS アドベンチャーにはローコンフォートシートがプレミアムスタンダードに装備になってまして、シート高が840-860です。はい、従来はどうかっていうと、この後に2020年型のこの R1250GS をこちらの方はシート高800-820になりますから、実質4センチ違うんですね。はい、実際シーズはこちらの足つきを考えればべったりつきますが、やっぱり座り心地はやっぱり今年のコンフォートの方がダントツいいんですよね。はい、で参考までに2020年型の R1250GS プレミアムラインですとシート高が870になりますんで、遠見るほどちょっと高くなるんですが、一番初めのプレミアムスタンダードと比べると、沈み込み量やっぱり標準シートとコンフォートシートやっぱりちょっとまたがるフィーリングはやっぱ随分違うもんですね。やっぱコンフォートシートいいですね。はい、これちょっと後ろから見た図です。まあ明らかにかとはつきません。片足だけだったらつくんですけど、こういうレベルになります。はい、でまたがってこのシートを外観で見た比較です。これ今ちょっと撮影しましたプレミアムラインの 1250GS 2020年型と、奥が2021年型の R1250GS のプレミアムスタンダードということで、こちらの方が一応表記上シート高が遠見で高くなりますから、はい、まあそうですね、当然高いっていう感じなんですけど、これシートのその後ろ後方の方外観ですね。こんな感じです。はい、まあ、見え的なものはもうシートの表面が違いますから、もう全然違う感じですよね。はい、ちょっとこれまたがったところをちょっと見てみます。これプレミアムラインの2020年型の R1250GS です。はい、こっち2021年型の R1250GS のプレミアムスタンダードのコンフォートシートですね。はい、ローコンフォートシートの方がもうちょっと絞りがあるんで、場合によってシートヒーターにこだわっている方でしたらローコンフォートシートを買うのも手かもしれませんが、夏場限定で2020年型のプレミアムスタンダードのローシートを使うのも一つありかなとは思います。はい、まあ、シートはなかなかちょっと難しい問題ですからね。はい、はい、ちょっとテストランちょっと少々なんですけどありました。これオーナー様のちょっとご好意で、ちょっと乗らさせてもらいました。まあ、ガソリン入れる行為もアドベンチャーでも数台やってて、まあ、これ GS が実はこれ初だったんですけど、やっぱり GS の方がこうちょっとまあ軽く感じるのはまあ正直なところで、はい、そこはよくお客様からも言われますけど、まあ、アドベンチャーも慣れちゃえばどうってことないってどうってことなのかもしれませんね。はい、細かいところが、まあ、今回こう変わってるわけですよね。例えばエンジンブレーキコントロール MSR の装備、はい、あと ABS のシステムが刷新されてるとか、あとヘッドライトがアクティブ、アダプティブヘッドライトになってるとかなんですけど、まあ、さっきのこのヒルスタートはすぐ分かりました。
かなり良くなってます。発進時かなりスムーズになりましたね。今までも、まあ、もちろん便利で良かったんですけど、発進時がちょっとギクシャクする時があったもんですから、それがなくなりましたね。なんか制御系変わったかもしれませんね。トリセツちょっと技術療法って言ったらな、動いてる原理が書いてあるとかあるんですけど、それにちょっと技術がなかったので、どうもちょっとあるみたいですね。ひょっとしてアクセル回路メインになってるのかな、クラッチワークでなくっていうふうにちょっと思いました。はい。そしてまあこれ撮影のこの当日は午後から非常に寒かったので、体感温度本当に低かったので、シートヒーターすごく意味ありました。GS は足がカバーがないので、風が結構風通しがいいので、オフロードシーンですとね、ライダーが動きますから当然風当たりがいい方がいいんですけど、ロードシーンの場合ですと一定の姿勢で淡々と走りますから、どうしても冷えてしまいます。でシートヒーターがどこまで意味があるのかと思ったんですけど、実際意味ありますね。あったかいですね。はい。まあ、今回のモデルがコンフォートシートっていうシートが、ちょっと表皮がいい感じの、こう沈み込みが良くて、こう座り心地がいいシートに変わってるんですけど、でそれのシートヒーター付きですから、なかなか極上な感じですね。はい。まあ、シート方自体は確かにちょっと高くなってしまったんですけど、まあ、バランスの問題ですよね。ペダルとシートの間隔がちょうど適切になった感じもしますし、このシートはプレミアムラインでも共通で装備されているようなんで、すごくいい、本当に改善点の一つだと思います。ましてタンデムシートもシートヒーターがついておりますので、本当タンデムライダーの方には非常にこれは素晴らしいんじゃないでしょうかね。はい。アドベンチャーにするか GS にするかっていうのは、実は質問を結構受けるんですけど、まあ本当ご試乗でちょっと体感して結論出していただくしか本当言うとちょっと方法はないのですが、まあ、それぞれメーカーも車両のバランスを考えてこう出してますんで、アドベンチャーも結構回る、本当に慣れてくれば全然普通に走りますというか、コーナリングとかも本当に俊敏に行ける車両ですから、いいと思うんですよね。はい。エンジンブレーキコントロールはおそらくこれがウエット路面、雨の日のところで、例えば山の下りとかそういうところでは非常にこう意味が出てくるシステムだと思います。昨年発売になった SNXR もこちらのエンジンブレーキコントロール装備になってるんですけども、全然こう変わりましたね。雨の日たまたまちょっとテストランだったんで、非常にリアタイヤのホッピング全くなくなったんで、ちょっと感動ものですね。ここはやはり分かりづらいんですけど、非常に大事な改善点です。はい。ちょっと長くなりましたが、今回は 2021R1250GS の、各カラー別の、ちょっとご紹介でした。はい。プレミアムライン今回、ちょっとご用意できなかったんですけど、あとはプレミアムスタンダードのライトファイターなんですけど、追ってちょっとこちらはご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。